海駅間から室津港を望む室津は兵庫県辰野市に所在し、針真灘に面する港町漁港。町町としては水戸町室津を称する。港町として約1300年の歴史を持ち、奈良時代に行基により5つの港が整備され、江戸時代には栄華を極め宿場町としても栄える。多くの文豪、文人木閣を魅了し、 竹久夢二、伊原才覚、谷崎淳一郎、芝良太郎、杉吉春、平岩弓枝が来訪し作品に描いた。本校ではかつて道区一気に存在した一歳軍、伊賀軍室津村についても述べる。約2000年前、神武天皇の統制先導役が室津に港を建設したと言われる。も潜りの花と金ヶ崎で囲まれた室津湾の、さらに東側奥にあることから、 室のごとく静かな津ということで、室の白と呼ばれたのがその名の始まりと伝えられる。春馬国風土器に、この白、風を防ぐことしつのごとしゆえによりてなお、なすと記されているように三方を山に囲まれ天然の良好であった。奈良時代には行記によって、雪白五白、大林殿白、魚住白、藩、室の一つとされ、会場と、 陸上交通の要衝として、室ツ千軒と呼ばれるほど栄えた。江戸時代になると、三金交代の西国大名のほとんどが海路で、室ツ港に上陸して陸路を進んだため、港の周辺は日本最大級の宿場となった。通常、宿場に置かれる本陣は一軒、多くとも二軒であるが、室ツには六軒もあった。江戸散布で室ツに滞在したシーボルトは、 カノ神社マイロをところから見たハリマナダを日本の美しい景色として絶賛した。しかし、明治に入ると参勤交代の制度がなくなり、鉄道、道路が内陸部に敷かれたため急速に衰退した。明治以降は瀬戸内海の一漁港に過ぎないほどに冷落したが、夏季の養殖が盛んで11月初旬の室の津祭りが開催されるほか、漁業の町として知られ、 歴史と風光明媚な漁村の雰囲気を求め訪れる観光地になっている。1994年6月、室津急市街地が兵庫県の景観形成地区に指定された。辰野市民と庁支部から国道250号の七曲りと呼ばれる屈曲した海岸線を抜けた半島部に位置する。国道250号は半島の付け根、室津市街の北外れをかすめ、大浦。 岩石浜の集落を経て、愛用市街へ至る。市街は、半島西岸国の港を中心に立地。半島東岸は切り立った断崖である。沖合に、地、中、沖の島に島が浮かぶ。辰野市観光協会水戸支部室津の歴史。ABCD 島や友の会室津高祖の歴史と、今ハット AB、辰野市水戸町室津地区歴史的景観形成地区。兵庫県。 2020年7月26日閲覧。神戸新聞2017年9月16日5時30分、竹久夢二、室津来訪100年説明に合わせ企画展。ありがとうございます。